はい、皆さんこんにちは。今日はですね、おすすめのイラストアプリの紹介をやっていきます。で、あとですね、こういった縁文字と呼ばれる文字の周りにアウトラインがついたような文字、これをですね、簡単に書ける方法を紹介していきます。で、これはですね、ちょっと視聴者さんから、リクエストをもらったやつなんですけど、プロクリエイトで書いた文字とか線の周りにアウトラインとかシャドウとかつけれますかっていう質問をね、まあいただいたんですけど、残念ながらプロクリエイトにその機能はまだ搭載されてないんですね。なので今回は違うアプリでそれができるアプリを紹介していきたいと思うんですけど、それができるのがこのメディパンペイントっていうアプリです。これはね、イラストアプリになります。で、これね、結構使えるアプリなんですけど、なんと無料です。で、無料で iPhone も iPad も Mac も使えます。で、基本的にはね、これ漫画を描く人にかなりおすすめのアプリなんですけど、まあ漫画描かない人でも結構使える機能がたくさんあるので、今日はね、それをいくつか紹介していきます。で、まずですね、メディパンペイントを立ち上げて、左側に新しいキャンバスっていうボタンあるので、ここで新規作成していきます。ログインボタンあるんですけど、ログインしなくても大丈夫です。で、もう適当に今回はキャンバス、デフォルトのやつを立ち上げていきます。で、こんな感じでね、たくさんツールが並んでるんですけど、メインで使うのはこの上のメニューバーに並んでるところのものです。で、例えばここ、多角形ツールを選んであげたりとか、あとはここだと塗りつぶしのツールですね。長方形を塗りつぶしたり、あとからこれでベタ塗りで色を変えたりすることもできます。で、その隣がグラデーションツールです。で、このグラデーションツールが結構いいですね。プロクリエイトね、グラデーションツールが地味にないんですよね。なので手動でやらなきゃいけないんですけど、これだとメインの色とサブの色を決めてあげて、画面上をドラッグしてあげると、こんな感じで綺麗なグラデーションができます。なので、背景グラデーションの、例えばポスターとかね、何かチラシ作りたいなって思ったら、メディパンペイントでグラデーションの背景だけ作って違うアプリに持って行ってあげるっていうのもかなりいいかなと思います。で、もう一つね、おすすめの機能としては、この上の右から3番目に小回りっていうのがあります。で、これはなんか絵コンテとか漫画とかね、描きたい人がこのコンテの割、枠をね、自動的に作ってくれるんですよ。で、この横の分割数と縦の分割数決めてあげて OK ボスと、こんな感じ、ちょっとこれたくさん作りすぎちゃいましたけど、まあ、こんな感じで、横に何コマ、縦に何コマっていうのを決めてあげて、あとはこのコマの間のマージンの幅とかも決められます。んで、ここでね、こうやってこんな感じでコマを振ってあげると、簡単に絵コンテとかを描くことができます。で、これ本当におすすめなので、お仕事とかでね、こういうの書くことがある人はぜひダウンロードしてみてください。で、もっとね、複雑な漫画みたいなカット割りを作りたい人は、クリップスタディオっていうアプリがあるんですけど、それだと漫画用に作られたアプリみたいな感じなので、漫画本気で描きたい人はクリップスタディオに行ってください。で、次ですね、ここから一番最初に説明した縁文字の書き方を紹介します。で、ブラシの選択項目の中、ここ見てみると、縁文字っていうものがあります。で、これを選択して、ここの色、メインの色黒にすると、メインの色に指定したものが縁の色になります。こんな感じで、まあ、こういった文字のことを縁文字とか、あと袋文字って日本語で言ったりしますね。なので袋文字とかで検索するといっぱいそういうのが出てきます。で、一回こうやって手を離しちゃうと、こうやって血のところとかね、袋が閉じちゃうんですよ。なので、ずっとペンは画面から離さないように書いてあげた方がいいです。その方が可愛く書けます。で、色を塗る時なんですけど、塗りつぶしのボタン、上のメニューバーの塗りつぶしのボタンを選択した状態で、色を変えて、こうやってポンポンポンってタッチしてあげるだけで中が塗りつぶせます。
でですね、縁文字を書くときのコツなんですけど、結構太めのブラシに設定してあげて、なおかつこの縁の太さっていうのも結構太めにしてあげるんですね。でその状態でこう文字が隣のやつと重なるように書いてあげると結構ポップな感じに書けます。でこんな感じで完成です。でメディパンペイントちゃんとこうやってレイヤーも分けれるので、ここでねレイヤー分けてあげて、移動させたいときはこの十字架のボタン、上の十字架のボタンで移動できます。でもしサイズ変更したいときはその十字架の横に、サイズ変形のボタンがあるので、ここを選択した状態で、バウンディングボックスが出てくるのでサイズ変形いくらでもできます。本当にね、なんか無料とは思えないぐらいの機能の充実ぶりなので、強いて言うとちょっとなんか遅延があったりとか、あとちょいちょい広告が出てきたりはしますけど、でも全然気にならないレベルだと思います。はい、でこっからね最後、いろいろ装飾をつけて終わらせていきたいと思います。でこのね iPad Mate って書いてるんですけど、この iPad Mate はね私が勝手に作った造語です。直訳すると iPad 仲間っていう意味なんですけど、クラスメイトとか、あとルームメイトとかって言うじゃないですか。であとボーイメイトとかっても言ったりするんですけど、英語で。でメイトっていうのは仲間とか、あとはダチとかっていう意味なんですよね。なので皆さんはね私の iPad メイトなので、これから勝手にね皆さんのことを iPad メイトって呼んでいきます。なんかね iPad 仲間ってちょっとダサいですよねだからねみんな iPad メイトって呼んでいきます。勝手にね作っただけですけど流行るかな、流行ってくれるといいんだけど、ね、はい、そんな感じですね。でですね、最後書き出しするときはこの左上のメニューバーのところから、Ping JPEG 形式でエクスポートっていうのがあるので、これを選択して、この中から、Ping の透明ってやつ、背景が透明になる書き出し項目があるので、それを選択して、で画像を保存します。でそして、写真アプリの中見るとこんな感じで背景が透明な状態で保存されてるんですね。で例えばこれ何に使えるかっていうと、まあ、ノートアプリとかですね、これ今 GoodNote 開いてるんですけど、 GoodNote に何かこういう装飾っていうか、こう可愛い文字をつけたい時とかに、Ping で透明、背景透明で書き出したやつを載っけてあげると、こんな感じでノートアプリにも使うことができます。まあ、使い方はですね他にもいろいろあると思うので、皆さんの、ね、用途に合わせて使ってみてください。はい、ということでですね、今日は以上にしたいと思います。iPad Mate の皆さん、もしですねこの動画が役に立ったらいいねボタンをよろしくお願いします。でまだチャンネル登録してない人はですね、こんな感じで iPad まみれの、チャンネルになってるので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では次回もお楽しみに。バイバイ。